母親が住人数に調合したと言っておりますが、倉持珠子は相方の川口千佳と漫才の稽古をしていたと言っておりますということは、倉持珠子の母親は娘をかばっているのかもしれない、こういうことですか。川口千佳はですね、倉持珠子と月曜の夕方以降会ってないって言ってるんですよ。そう、事件当夜、犯行現場付近で倉持珠子らしい女性と騒ぎがあっているのを目撃したやつと思います。そうか、はい、よし、倉持珠子を散歩に出ようと。はい、結構早いんじゃないですかね。いや、だってこれだけ状況証拠は揃ってない。待って、任せればいいじゃん。自分の中早く思ってるぞ。珠子さんが犯人だから、それはすぐにバレるようなアリバイいると思いません。それですね、今一発の選挙区の万代大会に出られるようになるんですよ。いや、自分としては彼女の夢を応援したいんです。さとみ、何をバカなこと言ってるんだよ。任意同行を混ぜているのか。はい、なぜだ。社長、倉持珠子には動機もありますし、アリバイも曖昧です。その上ですね、目撃者と出たんですよ。確かに珠子さんは何かを隠してると思うんですよ。しかし今彼女を署に呼んでも何も話さんと思うんです。何を根拠にするんだ。彼女は漫才大会に全てをかけてますから、漫才大会の終わるまで何も話さんと思うんです。いや、だからですね、これ待ってですね、何何何ですから。朝エアコンかけたの分かった。終わるまで待ってやってくれませんか。暑かったけどな。夢をとっとにいな。いや、そうなんだ。課長の言う通り、まず参考人として呼んで話を聞くのがすぎだろう。その通り。それとも何か考えでもあるか。あんたにお願いしとかないけどとがあるんやろ。ゴミしてよな。うん、冷蔵庫貼ったら内容に何かあること。あれを見てくれとかんと。忘れるか覚えてない。内容が何か覚えてない。お母さんは完全に見えて。今までにない新しいシミ対策。パフでポンポンするだけのシミ予防パウダー。早速町の人たちに使ってもらいました。シミは作りたくないし、でも肌のお手入れは面倒くさい。そんな女性にはメイクの上から使っていいんです。ポンポンって済むのがいいですね。これだけならすごい楽でいいです。またこちらの女性は日焼けを絶対にしたくないので、日傘をさしたり日焼け止めを塗ったりしてます。そんな女性にもさらっとしてるから感触がいいですね。日焼け止めとパウダーが一つになったパーフェクト版のシミ予防パウダーはポンポンとわずか20秒で日焼け止めが完了。ご飯なんて食べた。サラサラのシミ予防ができます。さらに SPF50 プラス PA3 プラスと日焼け対策シミ予防効果も高いんです。ご愛用中の浜田さんはサラサラでベタつかないのがすごくいいです。シミ予防パウダーを使うと簡単にポンポンってできちゃうので、もうすごいですよね。パーフェクトワンシミ予防パウダーは通常価格4180円ですが、お得情報。初めての方に限り詰め替え用レフィルをお付けした7480円のセットが 48% オフの3850円、3850円でご提供いたします。さらに UV カットストールまでついて送料無料。お申し込みは0120-845-845-845-845までおかけ間違いにご注意ください。バイセル着物出張買取のバイセルがご自宅に眠っている着物高く買取ります。着物一式がなんとこの価格に。はい、バイセルです。着物を処分しようと思って高く買い取ってくれるって聞いたんだけど。はい、着物を高く買い取ります。着物は少ないけど大丈夫。はい、着物は1点からでも OK でします。家に来てもらうとお金かかるの。迎えに来てくれってんな。出張料、査定料、キャンセル料などは一切ありません。もし査定額に納得いただけない場合、帰るお断りいただいても帰る。今だったら帰るに15時50分やった。今なら抽選で買取金額5倍キャンペーン実施中。0120-07-07-01 07-07-01 まで。
近さんってことなんかうまくいってないみたいなんだよ。このままだと漫才の選抜大会に出らんないぞ。しかし僕は無理ですわ。でも君あれだろ、大学時代に学園祭で漫才やったって。いや漫才はやってましたけどね。いやしかし漫才ではボケとツッコミという2点があるんです。何だそのボケとツッコミって。いやボケというのは青役、ツッコミには端っこ役なんですわ。まあ、タマコさんはどっちかいたらツッコミ役ですから、僕もツッコミですから、タマコさん相方になる人は、ボケ役でないとダメなんですよ。難しいもんね。いや、スーラさんボケ役できますよ。え？昔ね、今でこそ刑事やってますけど、昔は私、ヤンキーやってたんですよ。大したもんですね。いつもお尻が赤くてキンキン言ってるやつ、ね、そうそう、動物園に行ってるね。そりゃモンキーやって。私の言うのはヤンキー。なんだかと失礼をいたします。いいえ、あの耳の大きいネズミですね。それミッキーや。安浦さん、いけますよね。言い出してますわ。ボケというのはもう徹底的に青なる。これがボケの真髄ですわ。ゾクゾクガーッと弾いて頭の中空っぽにする。私は生まれつき頭の中空っぽですから。そうですね。いや、これも仕事のうちなんだからさ。じゃあ、すいません、最初から。わざわざボケ役にならなくても、うちのお父さんはもともとボケなんですね。あんまりのボケぶりに一緒にいるのが恥ずかしくなる時があるんです。そうそう、この前なんて写真撮られるの嫌がってましたしね。魂抜かれるんじゃないかと恐れてるんです。それがこの前、成人病検査でレントゲンを撮ることになって、魂抜かれるんじゃないかって心配してるから、写真撮るのと同じだって言ったら、言ったらレントゲン室でピカッと光った時 V サインしてチーズって。なあ、ほな失礼しました。たまちゃんです。たまちゃんです。私たち大きな声では言えないんですけど、小さな声では聞こえません。大会まであと3日ですね。ええ、相棒の千佳さん、やる気になったんですか？説得はしてるんですけど、でも練習だけはしておこうと思って。安浦さん、相方やってもらえませんか？ええ、まあ私で役に立つなら。本当ですか？安浦さんやってくださるんですか？いや、千佳さんみたいにこう、うまく喋れませんけどね。やったー。やった。はいはい。私に初めて会った時、どう思いました？綺麗すぎるね。アメリカ人とのハーフやと思いました、ね。ああ、私もね、はいはい、さんのハーフかなって。お、おまかな人間かも思いました。あれ、綺麗なくせにはっきり言いますが。いや、正直な人。いや、私もね、いや、実は私の育ての親は、マヤとばっかり思ってたんですけど、よう聞いてみたら動物園のサイだったんです。はぁ、サイ、やっぱやっぱサイだったんです。サイだ、いや、このサイな、はいはい、あ、いやいや、この人が、はい、もう見えても実は本物の刑事さんなんですよ。そうです。もうどっから見ても私はね、刑事なんです。でもね、あんまり5時過ぎて警察クビになりそうなんです。もうすぐにクビになりかけてるんですわ。この間なんかね、携帯電話と間違えて、はい、電話の呼吸持って現場行ったんですよ。あ、もしもし、もしもし、いつまで経っても県外なんですわ。こんなもん持っただけでわかるわ。いや、土地といえばね、この間も思いっきり土地をやらかしましてね。どんな土地？いや、うっかりしてる間に犯人を逃がしてしもたんです。犯人美人だったんでしょう。鼻の下を思いっきり長くして。失敗したん違いますか？いや、あんまりこう名乗りすぎてね、犯罪の匂いがポワッと消えてしもたんです。ははは、ですね。彼女はね、家族を守るために仕方なく間違いを起こしてしまったんです。今が人生の正念場。
やがて大きな笑いの花を咲かせます。綺麗な花が咲くまでは足元も手錠なんかかけられますかいな。きっと彼女安さんに一番にその花見せたいと思ってる。解剖の結果です。これですと脳の傷はどういうことになるんですかね。